今日はですね、まだ病み上がりで、まだパッとしてないんですけど、今日はですね、ここに K さんがいるんで、今日は K さんの話をちょっとしたいんですけど、ここにね、そうですか？ K さんもちょっと今日、今日ね、面白い写真がなんかいろいろ出てきたんで、私が整理してる間に、これ、この写真はもしかしたら、あれ六本木のさ、これどこの撮った写真ですかね。NHK ホール？ライザ・メネリさんは。ジェリーさんと写ってる写真もあるんだけど、これは、それは NHK ホールだと思います。違うよ、これ六本木のディスコですよ。ライザ・メネリですよ。いや、ジェリー・フジオさんと会ったのは。でも、ジェリー・フジオさんと一緒に写ってるのライザ・メネリですよ。うん、これは多分ね、銀座じゃないです。六本木のディスコ。これ六本木のディスコだって、ライズ・メネリさん六本木のディスコでやりますか。いや、ゲスト遊びに来たんですよ。打ち上げみたいな感じで打ち上げで来たんですよ。じゃあ私 NHK の見た後に六本木行ったっていうことですか。動かなくていいですよ。はい、まあ、ここでどうぞ。だからちょっと来て、私は横で半分顔映ればいいんですよ。いや、ちょっと待って、言わないで。ハロー皆さん。はい、あ、ちょっと待って、この写真は、私本当にライザ・ミネリさんが NHK でショーしたんですかね。そうです、ショーやった。それはね、見に行った、見に行って、でその後打ち上げでパーティーの時に、これレクシントン・クイーンだと思う。レクシントン・クイーンはジェリーさんとは会ってんの。でもね、渡辺さんとも会ってんの。こんなことレクシントン・クイーンしません。こういう旗をつけたりとかしない。しない。歴史に得意じゃない。楽屋ですか、それ。楽屋かな。楽屋かどうか。それで、ちょっと待って、ジェリーさんと、どっか行くの？ちょっと、おかわり？冷たいもの。ジェリー、伊藤さんと、それから奥さん、当時の奥さんの渡辺智子さんと、が私と、それからライザ・ミネリーさんと、つなぎさんと、そして、ですね、東京の知事青島幸男さんのお嬢さんです。はい、が横に写ってるのね。つなぎさん若いな。Kさんも若いけど。そうね、若いね。つなぎさん若くて細くて、当時はイケメンだったのね。今っていうイケメンだったんですね。これニヤニヤしてる。ニヤニヤしてんの。まあでもライザ・ミネリさんのショーはね、かっこいいね、とてもね、よかった。すごい写真はこれなんですよ。まず僕的にこの写真、これはね、見える、ちゃんと見えてる。まあさっき撮ったんで後で大きく出しますけど、これクイーン、この写真は全部メンバーね、クイーンのメンバーと、ビル・ハーシーさんっていうのが、このレクシントン・クイーンっていう、六本木に、なんていうの、ライブハウス、ディスコみたいなところがあって、そこをいろいろ手掛けていて、お手伝いしてたのがビル・ハーシーさんって、ビル・ハーシーさんはアメリカからモデルさんと来て、そして偽っちゃったんですね。で、アメリカの新聞 あのレポーターとかを、ことをやってたり、いろんなコーディネートをやってたんですけど、残念ながらね、ビルさんも何年か前亡くなっちゃったんですけど。いや、すごいですね、これ本当に、私とすごい仲良かったので、何かイベントがあると、Kお願い、司会しに来てって言って、よく私は司会に行ったんです。この時はね、クイーンがステージをやった後に、レクシントン・クイーンに皆さん、まあ、遊びに来て、そこに渡辺美沙さん、鍋プロの、渡辺プロの奥様ね、奥様ね。クイーンはあれ、武道館ですかね。あれ武道館だと思ったな。ですよね。武道館だと思う。武道館ですよね。うん、それでここで、まあ、喋ってる間、まあ、クイーンの皆さんをね、皆さんに紹介しているところ。いや、フレディが。似てね、ここにね、フレディがいるんですよ。ロジャーとブライアンとジョン・ディーコと。この時にね、うちの K さんがね、このギタープレイヤー、ブライアン・メイ。うんに、あなたのギターをうちの旦那にあげてほしいとか、そんな話をしてるわけだよ。俺はさ、そんなこと言ったって、そんな無理に決まってんじゃん。それを
軽く言うんだよね、この人。あげてほしいみたいな。ちょうだいよみたいな。うちの旦那がね、あなたのそのギターが、ああ、欲しいなって言ってたの。そしたら、ブライアンの方はね、あげたいけど、これを親父が僕のために作ったギターだから、やっぱり宝物だからあげられないんだってことで、そうですね。そうそうそう。実内さん、そうだよね、そうだよねって言って。あのギターは有名なの。有名なギター。マホガニーの。そう。暖炉から作ったってギターなんで、そう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 、ね、大切な、それくれって、くれくれくれわけないじゃん、そんなもん。でもね、そういう話は知らなかったから、でも本当にそうだよねって、ごめんなさいねって言ったら、うん、No, it's okay って言っていただいたのね。これフレディ、一人だけ端っこでなんか、フレディが、ね、一番端っこに、ね、なんで端っこにいるのかな、なんで端っこにいるんだろう、フレディが。やっぱりお話ししてる、してるから、わかんない、どうして。どんな方でした、フレディは。あんまり喋る人ではなかったです、ね。あ、やっぱそうなんだ。はい、なんか無口な。リッチ的な方だって、そうだよ、ね、すごい素敵な方だった、うん、ジェントルメンですごく、なんていうのかな、うん、はい、頭のいい人で。そう、みんなね、本当にみんなジェントルメンでしたよ。うん。すごく。すごい。この時は、はい、この写真は津脇さん一緒に写っていないけど行ってるんですよね。うん、なんで津脇さん入ってないの、わかんないわ。私が司会をしてるから、パーティーの司会をしてるからなんだ。そうなんですね。それでそこへミスターさんを呼んで、それでクイーンを呼んで、本当ケイさんはそういう通訳ができたから、はい、いろんなパーティーのそういうのとかいろいろやってらっしゃいますよね、うん、それで、まあ、ビルさんとね、ビルさんが何かあるとケイ来てよ、ちょっと司会やってくれないって言って、いいよって言って遊び半分で、ね、だから結構ケイさんはいろんなそのアメリカの俳優さんとかいろんな人と一緒にこう仕事したりしてるんだけど、これは、あ、これはですね、リチャード・ギアさんとその監督のポール・シュレイダーさん、こちら多分日本の映画のどなたかなと思うんですけど、で、あのアメリカン・ジギゴローっていう映画が封切りした時に、記者会見の時に、あの向こうにいる人が、ちょっと K、リチャード・ギアとポール・シュレイダー行くんだけど、1週間ちょっと面倒見てって、いろんなとこ連れてあげてって、うん、何か行きたいとこあったら頼むよって言って、だからおもりしたってやつですね、うん、だから分かったわって。おもりってのが1週間だから、ポール・シュレイダーのことはそんなにお付き合いしなかったんだけど、食事をしたけど、でもリチャード・ギアは毎日美術館が好き で毎日美術館連れてってくれって言って、あ、いろんなとこ行ったんですか、うん、でいろんな美術館に行ったんです。それでそうだ、帰るちょっと前に、その時付き合ってた女性が、彫刻家の、ブラジルの方だったかな、彫刻家の方が来るからっていうので、でその人を一緒に迎えに行って、空港まで迎えに行って、それで連れてきたことがあって、それで食事をしたりとか。でギアさんもすごく頭のいい方で、で、あの、あまり目立ちたがり屋じゃなくて、だから、あの、音楽聴きたいんだけど、人に見られたくないんだっていうことを言ってて、それで私もさっきのビルさんに電話して、ちょっとギアさんが来てるんだけど、どっか見れないとこで入れるかな、じゃあ裏口からレクシーのとこにおいでよって言って、で裏から入って一番後ろの席に2人で座って音楽聴きながら、僕レクシントンクイーンっていうのはディスコなんです。そうです、ディスコです。六本木にあるディスコです。でも僕の、あのリチャードギアっていうイメージって、僕はプレディウォーマンしか見たことないんですけど、でも、あの彼の演技ってあんまり派手なことはしないよね、うん、彼はね、どっちかっていうとこれでまあ有名になったんだけれど、うん、で後にあのなんだっけ、シャウイダンス、日本語、うん、それは英語版で彼出てるし、またハッチ、ハッチね、ハッチのやっぱり飼い主としてアメリカ版ハッチにも彼出てるんですよね、うん、でもあまり派手な俳優さんじゃないよね、うん、こっちは逆に派手な方ですよね。どっちですか、これ。あ、マーク・ハミルマーク・ハミルさんって、あの、まあ、ビルさんが隣にいるんですけど、こっちがマーク・ハミルって言って、スター・ウォーズのルーク・スカイウォーカーです。ルークですよね。彼はね、確か私と同じ年なんですよ。
それで私が高校大和ハイスクール基地の中に行ってる時に、この間言ってましたね、うん、彼は横須賀あっちの方で高校入行ってたの。だから同じ時期にいたんですけど、もちろんほらあっちは海軍でこっちは空軍だからもう全然会うっていうことはなかったんですけどね。うん、でもなんかほらその高校の時ポスター盗んだとかなんだとかってことでつながってんですよね。あのね彼がそのマーキャモンが来たでしょ。来てそれで私が、まあ、記者会見に立ち触ってその時一緒に話してるとか、いや実はみんなの前、実は僕ね高校時代はねあの横須賀で学校行ってたんだ高校時代はって言って、えーと思って、それで私ヤマト行ってたんだけどって言ってたら、あ、俺あそういえばヤマトって映画館あるよねって言ったから、うんあるよって、俺さボニー&クライドっていう映画あそこで見てね、あそこの看板のねポスター盗んじゃったんだよって言ってそして私は高校時代蘇ってと思って、というのはあの時すっごい大問題になったの。それで体育館にみんな1年生が4年生、アメリカの高校は9、10、11人だから4年ね、みんな集められて OK って校長先生が言って、誰かがねボニー&クライドのポスターをね盗んだんだけど、はいこの中で誰なんだってでもその中ざわ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 して みんなを顔見合わせて、お前かお前か、うんうんっていう感じで、でも誰も名乗らなかったのね。そして分かった、まあこの中でね言えないだろうって、だから何しろ誰も分かんない時に一人だけ校長室にいらっしゃいって言って、まあそれで解散になったんだけど、もちろん誰も行かないわよね、本人はこっちですからね、本人はここの人それでそれをマークに言ったらもう彼吹き出しちゃって、そうだったのかって言って吹き出して、もう笑い話でした。でも今マークはね一回この最初のスターウォーズだから 1,2,3,4,9 までだから最初は4,5,6,4 でしょ、4の後に彼は交通事故に遭っちゃって、そして顔も傷だらけになっちゃって、だから 5,6 見ると顔がちょっと変わってる、直したこと直したんだけど、だから元のやっぱり顔には戻れない。じゃあこの時はそのエピソード4の時ですか、一番最初の時、そうですの来日の時の通訳が K さんだったんですか。でその時にまあいろんなお手伝い通訳もしたんだけど、でこの間テレビを見て、アメリカのね刑事のシリーズかなんかで悪役で出てんの見て、うわーと思って、やってるんですね。マークだった本当に、悪役で出てたの。だからわー懐かしいなと思って。やってるんですね。で彼背もそんな高くないんだけど、いい役者さんですよ彼も。本当ケイさんのこういう、このつなきさんの写真、つなこれもね。これはつなきさんの石川さゆりさんとの写真だけど、これは何の時ですか。ただこれ何の時だった。もう覚えてない。あんたなんかこれさゆりさんと仲良さそうに写ってるけど。若いね二人とも、カプテンサンタの多分これシェーター来ちゃって、どっかラジオのラジオ放送の中のスタジオかもそうかもしれないね。そうだね。津崎さんの写真もね、いろいろ見させてもらったんですけど、そうですね、こうとこう話を聞いてると、K さんの方がまたいろんな人との写真とかエピソードが山ほどあるんで、まだまだ今写真の整理してるので、あのねすごいよ、デューケリントンと写真撮ってんだよ。俺デューケリントン見たのは、ラスベガスじゃない、ニューヨーク、ね、ブロードウェイ行って。ミュージカル何かのソフィスティケイテッド・レイディーっていうミュージカル、はい、それ見に行った。そしたらさ、バンドがさデューケ・リントンの、楽団の、だからデューケ・リントンの物語じゃないんだけど、デューケ・リントンの曲を使って、ソフィスティケイテッド・レイディーっていう、そうなの、ミュージカルを、見たの、ソフィスティケイテッド・レイディーね。で見るのは分かりますけど、なんで写真を撮れるんですか。なんで写真撮ったんだろう。違う、それはその時じゃないもん、もっと前よ。もっと前だもん。米軍基地の中で、マジですか。米軍基地の中で演奏しに来たのよ。そうで、その時に楽屋に行って、そして撮ってもらった。
モンシェリーなんて言われちゃってね。へー、デュークだ。デュークはね、やっぱりフランス語を喋る人ですから、うん、あ、そうなの、うんうん、だから、ジャマイカ、あっちの方とフランスとのやっぱり彼ハーフだと思うんです。あ、そうかも、だから喋れる。よく勉強して分かんないんですけど、でもフランス語を喋れるんですよ。すごい素敵なおじさまでした。色男でしょ、だって、うん、素敵なおじさまでした、うん、ねえ、それなりケイさん子供の頃です。子供の頃まだ私が、10歳ぐらい、もっと下。いや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 、もう大人ですよ。あ、そうね、うん、もう10、その写真ちょっと出してくださいよ。なってたかもしれないけど、今度、うん、今度ね、ちょっと見たい、今度機会があったら、また、僕は見たことあります。大きめな写真、僕は見たことあります、うん、ちゃんと大きめな写真だけど、うん、でもやっぱりいろんな人とね、あのいろんな設定もあるんで、本当はマイケル・ダグレスさんとも会うはずだったんですけど、でも、うん、電話だけで終わっちゃった、ね、電話だけで終わっちゃったんですけど、本当はブラック・レインで来た時に一緒にご一緒して、で彼のやってる時の彼の通訳とかしようと、それもアメリカからまたから電話かけてきて、マイケル行くからお前面倒見ろって言われて、そして OK って言ったんだけど、でも実際問題がやっぱりっ、あの仕事の内容は違うから、うん、あれなんだけど、僕らはそういう接点っていうのは、あのプレイヤー、うん、対プレイヤーの接点だけで、ケイさんはケイさんで、すごくプライベートなところまで、うん、幅が広いってのは羨ましいと思うよね、僕らは。食事行ったり、遊び行ったりとか、そういうの。僕らは違うじゃない。ただプレイをして、プレイヤーで、舞台で一緒するだけだから、うん。それとやっぱり、このビル・ハーシーさんという方が、やはり、あの、ウドのプロモーターとか、うん、それから、共同東京のプロモーターとか、うんうんうん、そういう人たちとも関係があったから、何か、皆さんがパフォーマンス来た時に休めるような場所、うん、だからそういうクラブ、昔はキャステルっていうクラブもあったよ ね、うん、だからそういうあのディスコを確保して、うん、そしてちょっとパーティーをする、その時にちょっと前来いよって言って、それでちょっとパーティーで通訳とか司会をやってくれって言って、まあね、ありますよね、うん、だからいろんな人とあの会いました。すごいですよね、うん、そのケイさんの話聞いてると、はい、いろんなびっくりするようなスターの名前が急に出てくるんで、いつも、うん、ねえ、だから、ダスティン・ホフメンさんとか、それからアル・パシーノさんとか、それからトム・クルーズさんとか、ねえ、だからその辺、ね、すごいよね、ロバート・デ・ニーロとか、え、デ・ニーロの方ですか、うん、あのみんないるところで、え、パチーノ・デ・ニーロってやばいじゃないですか。スピードやばいよね。スピルバーグさんとか、それからスターウォーズの、ルーカスさんとかとは、あのパーティーであのお会いしましたけれど、すごいな。でもね、ダスティン・ホフマンさんとか、あのデニーロさんとか、それからパチーノさんとかはやっぱり本当にね、目立ちたがりじゃなくて、あのみんなでワイ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 するようなこと好きな人じゃないのね。なんか僕らいろんな映画見てて、なんかわーってやるような人だなとか、うん、なんか違うよね、やっぱりみんなちょっと普通に終わると、仕事終わって、うん、オンとオフの切り替えもすごいし、頭の回転もすごいんじゃないですか、やっぱあいつたちっていうのは、うん、だから本当ね、みんな静かな人たちでした、うんうん、スピルバーグさんもそうだったし、ね、ジョージ・ルーカスさんもそうだったし、だからマタさんがあのいつもいろんな時に、けおいでって言って、それでみんなとこうお話ができたりとかやったんですけどね、うん、うん、いや、Kさんもそういう こういう関係っていうんじゃないですか、その今までやってきた仕事の内容っていうのは、うん、まあ、謎がすごく多いんで、それでやっぱりレポーターとして世界中回ったじゃない、うん、はい、だからそういう時もやっぱりいろんな方とも、うん、向こうの方とも会っているし、だからやっぱり若いうちにね、いろんな経験を世界中回ってきたっていうことはすごいよ、本当にね、宝だと思うしね、自分にとって。いや、綱木さんもね、数々のいろんなミュージシャンと共演してきてすごいんですけど、本当ここのとこ話聞いてると、 K さんのその過去の、 K さんはすごいよ、本当に携わったスターたちの名前がね、そういう仕事だったからですよ、
な僕なんかよく言うソニー・ローリンズって言ったって、ソニー・ローリンズ誰よそれ。ねまあジャズテイストしか知らないだけですかね。有名ですよ、だでもね、ね映画と違うからそういうのともだ。音楽っていうのはね、そこだけだからね、つながりは。プレイをしてるかしないか、それだけだもん、プレイヤーっていうのは。まあでも、本当にいろんな経験をしてきたなと思ってね。スペインでは牢屋に泊まっちゃったりとか。何それいや、取材で行って、はい、でなんかマリア様のお祭りやってたんですその時、うんうん、そのホテルも何もないの、うん、で行ってるのはキャメラとディレクターと私だけなんですよね。で車で移動したらやけ、うん、あのバルセロナからずっとマドリードまで、そのマドリードからずっとポルトガルまで入ってね行くので全部車でで泊まるとこホテルがあったんだけど、ちょうどそこ祭りやってて、そしたらまあおまわりさんがじゃあ牢屋に泊まんなさいよって言って入ったはいいんだけれども、酔っ払いのおっちゃんだらけで、もうマットレスはシミだらけで、寝られたもんじゃないじゃない。しょうがないから、うん、あの車で寝たわよ3人でいろいろあったすごいな、うん、まあその辺の話もね聞きたいんで、ちょっと計画的として今あの K さんのチャンネルを作ろうかっていう話をちょっと今計画してまして、できたらね面白いと思うよ、うん、でまあいろいろやりたいなっていう話を、うんまあ、ちょこちょこちょっと計画してましてね、で今日は今さっきあの食事しながらみんなでこの CD キーさんですけど、ひばりさんの CD 聞いてたの聞いてました。ひばりさんの素敵、本当にひばりさんもジャズ上手、素晴らしい。で K さんがそのひばりさんとキーが一緒なんですよね。一緒、うん、今聞いたらね全部K さん全部歌えるんだもん、普通に歌える、うん、だか何かひばりさんのこの辺のスタンダードを K さんにも歌ってもらってなんていうのもちょっと計画してますね。ちょっと今ね、うん、考え中で、うちのチャンネルもそろそろ1年になりますので、そうですね、でまあまだ何も企画してないんですけど、うんうん、そうね、私もなんか、うん、まあまだちょっとやってみたいな、まだここでは言えないんですけど、ちょっと近いうちゲストの、はい、ゲストをねちょっと話も今、うん、ありますんで、ええ、またこれからもね皆さんにいろいろ見てもらって、ね、K さんにもまたたまに出てもらったり、ね、K さんのチャンネル作ったらそっちに今度つなぎさんがゲストで行ってくとかっていう夫がねゲストで出て、はい、いる中でコラボするみたいなのも面白いかもしれないのでやりましょう、いろいろといいですね、はい、はい、ありがとうございました。あ、今日ありがとう、夫婦のあり方なんでこれからお話ししたいと思って、新しい形だと思いますのではい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ケイさんもありがとうございました。いつも聞いていただいて見ていただいて感謝です。ありがとう、千秋をよろしくこれからこちらもよろしく、はい、ありがとうございました、はい。